粘れますもん、まだ。はい、粘ると危ないね。あ、粘ると危ないですよ。関数ピンが3枚、勝又のシャンポン2枚。でもさっき勝又は1枚しかない街で競り勝った。堀もまだ臨戦態勢、臨戦完全にやめてません。もうむしろ行ってる。危ない、危ない、これはキューピー危ない。ローピン引いたじゃん。ラスハイのローピンなんか引いちゃうから、これ危ない。あー、これキューピンいっちゃいますね。うわー、勝又だ、勝又だ、勝又だ。7700、8000。ハクトイトイ7700、一本場8000。マンズに見えましたか。マンズに見えたと思うんだよね。いやー、津田さん、ここ一番役に立つというか頼りになりますね。本当ですね。いや、キレ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 ケンジのトイトイが決まりました。キレキレケンジっていうのね。はい、すごいですね、来てますね。見事でしたね。見事。いや、またいい。いや、めちゃくちゃいい。大変な手ですよ。え、これ1万8000点のリャンシャン点ですよ。そうそう。あ、でも白鳥も、あ、いや、堀だって本当は悪く、いや、堀山よくない。これは言うほどです、すいません。3と1。お桜だって悪くない。1面、2面、2面。ただこれ、土田さん、スッチー層が、二度受けのスッチー層が結構きついです。え、赤ウソは、赤ウソは当然山です。うーん、いや、スッチー層が重いですね。めちゃくちゃ重たいですよ。いや、だけどキューピン外していくんだよね。あとローピンとかが伸びたら、ローソーポンから2面3面ちゃんで勝負ってなりますよね。やっぱそれがかなり本命にも見えますよね。でもこういう時って赤ウソを引いてきたりするんだよね。土田さん、はい、賛成です。賛成だよね。その予感、僕賛成です。で、あ、白鳥1枚目の白泣いてないですね。堀が打ってますね、この形。次は泣くかな。微妙ですか。微妙ですね。やっぱりちょっと親がね、はい、ムード良すぎるもんね。そうですね。一応泣いて親に通りそうなところがあるかな。ないもんね、まだね。いやー、これチートイツみたいのも出てますよね。いやー、トイトイは出てるけどね。あ、トイトイですね、はいはいはい。うん、ここはシンプルにトンとした1枚切れ。泣きますね、今のトン切ったってことは。白鳥ですね、はい、攻めていこうというトン切りですか。はい、この白ね。あー、何にも引かない、何にも引かない。これ僕今ローソーポンする気がするんですけど、勝又は。いや、しますよ。しますか。ええ、でも赤ウソが先かもしれないですよね。ええ、我々の当たらない読み。読みというか予感ですね、はい、読みではない、これは予感です。さあ、どうだ。ちょっとパイが噛み合いませんね。ん、あ、チートイツのイーシャンテンからトイトイやスーアンコウなど白がないですからね、山に。さあ、換算ピン引いた堀、二メンツ完成して、ここはイーマンを切って目いっぱい。朝倉の白がどこで出るか、場に一枚切れです。土田さん、はい、何が赤ウソですか。何、何にも引かないじゃないですか。あ、テンパイですよ。イーマン短期、今切れたイーマン、リーチ考えてますか。イーマン切るかも。リーチ考えてますか。違う、リーチはないでしょ。だってイーマンを切って数アンコをまだ残すかどうかの選択でしたか。そう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 、イーマンがよく見えないもんね、まだ。うんうんうん、もっといい街ありそうじゃない。例えば地、またいいなこと言って自敗なら出ると思ってるんですもん。あ、これは面前勝負になったんですけど、やっぱスッチーソー重いんですよね。スッチーソーがとにかく重たい。リャンピン短期、まあ、これはいいんじゃないですか。前陣のウーピンと一陣目のイーピンとスーピンを生かして、ね、堀にあんこだ。大丈夫。いや、チーソー現物でもスーピンも現物なんですよね。ローマン伸びた時にリャンピン、リャンピンかですね。そう、ローマン周り引いちゃうとリャンピンで、ダイレクトの天敗だったら勝負ですよ。
白鳥の選択両ピン短期は山に1枚もない、ライバルの堀がなんと3枚使いでも出る可能性があるぞと。そうですね、はい、そして勝又これスチーソ現物待ちになるので、転敗した時はまだ脳天ですけど頑張りたいんじゃないですか。降りないでしょ。降りないですよね。ん、朝倉はない、吐くしかない、使っていいのかこの吐くを。いやでも使うしかないだろう、他にないんだから。いやちょっと怖いんですよ吐くもね、切り順が変だから。あ、白鳥ですよね、はい、ルーピンを調校して切って、はい、次言わんノータイムでリーチですから。あー出ない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 、俺は出ないぞ白鳥、息もしない息もしない6球走は9走3切れ、ロー走1枚切れでしたけど、いきませんでしたね、はい、でも両ピン出ない形だ、これはピンチですよ設楽さん、これピンチですね、もうもう勝又来ちゃいますよ、うん、全然降りてないもんね勝又。あーでもこれリハンパーマンも薄い、テンパイかなパンチマン。でもこのパーソムスジ、パーマンスジですね、今ウーマン通りました。シーソーは2枚しか見えていない、自分のパンチマンの上がりがあるかどうかの判断だけですからね。なるほど、マンズの上目は朝倉が9万捨てていて、自分で9万1枚捨てています。とにかく6球その天敗取らなかったんですよね。あ、やっぱり天敗取らないですね、はい、ウーピンを抜いたということはまだリャンピンよりも例えば次数ピンですもんね、おそらくは。 そうですね、でもやがてみたいな話はある、あるにはあるけど、あるにはある。もうパーソーがね、チーソーって振り手になってるんですよね、チーソー引き戻してリャンピンがギリギリあるかどうか。まあリャンピンにはならないですね。でもリャンピン通りそうに見えるからね。そっか、数ピン切っちゃうと次の3ピンが分かんないですもんね、ええ、でもリャンピンはなんかめちゃくちゃ通りそうで、手も、まあ、ギリギリキープできるというか。リャンピンだ、リャンピン通りそうに見えるんだもん。だって1万2000、裏裏の1万2000、はい、頭をがっくりと下げた。やるな白鳥、分かった、お前は今日から俺のライバルと認めよう。リーチチートイドラドラ、リリーチチートイ、赤ウラウラ決めてきましたね。決めましたね。要は堀は粘ろうとしたってことですね。じゃあまあ一応ね、現物ある中での両ピンの統一落としですもんね、はい。まあでも白鳥の選択が、まあ、あの時に来た両ピンが良かったっていうことですか、うん、そうですね。慌ててイーマン短期でリーチせずに、はい、なるほど。赤赤まだわからないぞ。